おはようございます。乗鞍満喫です。久々に晴れた乗鞍岳です。今朝はですね、ぐっと冷えまして、マイナス9度です。現時点はマイナス8ですが、マイナス9まで下がりました。今日はですね、日中、スキー場のですね、山帽子周辺をですね、撮影したいと思います。久々にですね、乗鞍岳が綺麗に見えましたので、今朝8時です。撮影しました。合わせてですね、スキー場の、インフォメーションもしたいと思います。今、観光センターに来ました。前回のですね、撮影と打って変わって、昨日結構雪が降りました。寒さも伴いましたので、結構ですね、雪は積もりましたね。観光センター前の駐車場は一面、ご覧のようにですね、うっすらですけども、まあ2、3センチ雪が積もっております。冬本番、冬突入しました。今、時刻はですね、11時ちょっと前です。初心者コースのヨーデルコースまで来ました。第3駐車場のですね、山帽子の、駐車場から、来て今撮影しております。ご覧のようにですね、リフトの半旗もかかっております。だいぶ雪はですね、昨日も降りまして、今、観光センター前を通過してきましたけども、駐車場にも雪はついております。県道もですね、ところどころ、降雪がありまして、雪が積もっております。もう完全にですね、ノーマルタイヤではちょっと来れないような状況ですね。圧雪はされてませんが、雪の状態はまあ結構いいんじゃないでしょうかね。いや、今朝ほんと冷えました。マイナス9度でしたんで、今ようやくですね、マイナス1か2ぐらいだと思います。スノーマシンはやらないって私は聞いていたんですけども、ちょっとマシンは出てますね。プレシーズンですね、プレオープンがですね、11日予定されております。ちょっと今積雪をちょっと測ってみましょうか。おお、約20センチですかね。だいたい、パラダイスコースですか。こちらで約20センチ自然に積もっております。まあ、だいぶですね、寒さも厳しくなってきましたので、この状態が続けば、今でもなんか滑れそうな感じしますけどね。まあ、ただところどころまだまだ、少ないところもあります。いち早くですね、あと2週間で、プレオープンしますが、まあなんとかいけそうかなと。この寒さと時折雪が降れば、まあいい感じになるんじゃないかなと思います。ご覧のようにですね、山帽子の駐車場も一面真っ白です。ここで積雪が約10センチから15センチでしょうかね。一面真っ白です。
今回はですね、スキー場がどうなっているか、撮影しに来ました。まあ順調に寒くなれば、プレーオープンも大丈夫かなと思います。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。